図書館はしばしば成人の自己学習にとって、格好の学習リソースである成人教育は、成人の発達段階を考慮に入れた、学習心理学の知見を多く取り入れた、教育手法のことである。成人教育、成人学習は、アメリカ合衆国の教育学者である、マルコム・ノールズによって世に広められた概念である、アンドラ・ゴギーの日本語訳である。ノールズの理論によれば、 成人の学習には、小児と異なった以下の4つの要素がある。成人は自分たちが学ぶことについて、その計画と評価に直接関わる必要がある。経験が学習活動の基盤を提供してくれる。成人は自分たちの職業や暮らしに直接重要と思われるようなテーマについて学ぶことに最も興味を示す。成人の学習は、学習内容中心型ではなく、 問題中心型である。その設立、発展の経緯から、軍隊での高度な知識を必要とする武器の操作や、企業研修において、高収益を達成するためのセミナーなどで、成人教育の知見が利用されている。例えば、軍隊であれば、複数の同内容の研修事項部隊のうち、生存率が高い部隊が受講したセミナーの内容を、検討し、 学習心理学上の検討を加え、理論化し、それを現場で使いさらなる知見を得る、という繰り返しを経てきた。特に失敗が許されない、航空宇宙分や原子力プラント、医療、極地の工業プラントで働く、構成員への効果的、効率的、魅力的な教育手法として発達してきた歴史がある。基盤となっている、理論的背景には、 行動主義心理学、認知主義心理学、行動構成主義心理学などがある。成人教育は、しばしば、成人学習とも呼ばれる。これは、学校教育が、教師という大人が描いた青写真、もしくは学びのシナリオに従って行われ、学習というのは、往々にしてそのシナリオをいかに正しく、学び取ったかによって評価されるのに対して、成人教育には、 しばしばそのようなシナリオというものがないからである。学校教育では主役は優待に行ってしまえば生徒ではなく教師だったのに対して成人教育ではあくまで学習者本人が主役である。学びのシナリオを書くのも学習者本人。誰からも強制され、強要されるものではなく学びたいと思った本人が本人の思うがままに学ぶ。もちろん様々な文化講座。 資格取得講座、講演、セミナーのように、インストラクター、講師がいる場合もあるが、出席は義務ではないし、いつでも気に入らなければ止めることができる。入学も卒業もない、生涯学習とも言うように、講座や講演が終わっても、そのテーマを、鉄道模型であれ、俳句、能面、外国語であれ、自分が一人で学び続けたい、腕を磨き続けたいと思えば、 それはいつまででもやることができる。ラジコン飛行機、カヌー、ペタンクを楽しんでいる高齢者が今回の講習会が終わったから、これで飛行機は終わりなどと思うだろうか。ただ、成人教育には学習者の年齢や職業の在職、コミュニティとの関わりなどにより、いくつかのタイプがある。しばしば社会教育と混同されがちであるが、家庭教育、 学校教育といった教育の場所による系列で教育を語っていく場合の、それとはかなり、趣きをことにしている。学校という教育組織の外で、しかもやはり家庭の外で行われる、教育の機会には、少年野球、サッカーなど、スポーツ、ボーイスカウト、自然体験学習などから、社会教育センター、公民館などを場所として提供される、様々な教育機会、 市民大学、公園、シンポジウムなど少年から青年、大人と幅広い対象に提供される教育機会を言うが、成人教育は、これに対して、幼児、少年、青年という年齢段階から来て、成人で学校をすでにおいて、社会人の仲間入りをした人たちの教育のことを言う。ありがとうございます。